2時間ぐらい昼寝した。そして天気は一向に良くならない。明日の朝にかけている。だけどライチョウには会えるかもしれないから、ちょっと出かけようかな。ライチョウがいたよ。2羽も丸々してる。メスの子だった。鳴き方が。そして青空まで出てきた。どうなってるの。嬉しい。かわいい。丸い丸いよ。そしてライチョウに見とれてる間にどんどん青空が広がって、太陽も出て、三の沢も出て、中岳も出て、すごいことになってきた。ああ一年ぶり。よいしょ。登頂。木曽駒ヶ岳2956メートル書いてあった。山頂気持ちよかった。なんかもうね、雲がまた上がってきて山が見えなくなった。すごいタイミングだった。そして多分夕日もこのままじゃ見えなそうなので、あの夕日が見える木曽頂上小屋ルートじゃなくって、あの馬の背の方向にちょっと行ってキャンプ場に、テント場に降りるところがあるので、そこから行きます。あ、いるいるいる。感動。すごい近くで見れた。
なんと3羽とも私のすぐ横の穴の中から出てきて、どんぐらいこれ50センチぐらいすんごい近かった。羽の模様もすごいよく見えたよ。かわいい。全然警戒してないの。なんかこんなに近くでこんなにたくさんのライチョウと会えるなんて。あ、まだ全然近くにいる。